アメリカの電気自動車大手、テスラは追い立ち、大型の EV、電動トラック、セミを公開しました。テスト走行を繰り返してきたセミは、1回の充電でおよそ800キロ走行できたと発表しました。 テスラはこの日早速セミをペプシコに納入しましたただ販売価格は明らかになっていません2017年にセミについて発表した時の価格はおよそ2000万円からでした